みなさんこんにちは、ドパチャンネルのキラキラ2年生のゆうちゃんとけいたんです。よろしくお願いします。今日の夜ご飯すき家だ。イエーイ。おいしいんだけど、それでももうちょっと工夫すればおいしくなるかも。しかも公式のやり方で。それじゃあ行ってきます。買ってきました。公式通りに作っていこう。じゃあ台所に行ってきます。じゃあまずゆパパが見本で1個作ってみます。よろしくお願いします。はい。ゆパパのやつは公式じゃなくてゆパパが今考えたやつでやるんだよね。うん、俺も夕飯食いたいしまあでもほぼほぼ公式に近いんじゃない。うん。まずごま油 15g、 ここに卵を落とします。で混ぜます。牛丼ください。はい、牛丼です。開けて、はい、はい、お待ち。はい、これをどーん。卵となじませていきます。見た感じ美味しそう。もうね、潰しながら切るような。うーで、まあずっと同じ面下にしてるとさ、焦げちゃうでしょ、うん、でこうやって混ぜてあげる。混ぜてあげる。まんべんなくね、火がいくように。火は使ったことないかな。で、ここにパパのはチーズ牛丼なので、おいしそう。チーズ入れます。チーズだけでもいっちゃん食べたい。もうゆうちゃん、おいしいしか言うことがない。言えたくないのに。うん。で、最後これをぐわーっと一緒に。あ、すごいいい匂いしてきた、チーズの。全部美味しいと思うよ。もうここ戻す。はい、ここに戻しました。で、これをうまく盛り付けるには潰すんだよ。はい、お皿ください。はい、で、これもパコンってやるとひっくり返っちゃうから、逆にお皿から。お皿、そうで、ひっくり返す。で、振る。パコーン。なんか富士山みたい四角くなった。もう四角いからね、お皿。ケータもそれ一瞬思った。で、これに生姜を乗せて、ネギも乗せます。はい、パパのリメイク終了、完成です。じゃあ次、ケータン作る。ゆうちゃん作る。ケータン行こうか。はい。じゃあ次、ケイタンです。頑張ってね。ケイタンも少しアレンジしようと思います。まずごま油 15g を入れて混ぜる。そしたらそこに卵を入れます。ね、黄身より白身の方が好きなんだ。ジュージュー来たね。あ、ジュージュー来た。あ、ちょっと美味しそう、美味しそうかな。なんか卵焼き作るときに、なんか、あ、今度こういうの作るときにごま油入れるといいかもね。ね。そしたらキムチ牛丼を入れちゃいます。うん。あ、ジュージュー来た。卵と混ぜるように切って。混ぜて、切って混ぜてみたいな感じで。お、これ結構混ぜるの大変だね。でもそれ作れれば、もうチャーハンも作れる。うん、でもチャーハン、なんか前、ウパパン手作りのチャーハン美味しかったよね。いや、ジュージューなるな。
でもういい色になってきたけど、こういう白いご飯が見えなくなるぐらいまで混ぜた方が景観はいいと思う。それこそ本当に石焼きビビンバみたいな味になりそうだよね、うん、じゃあもうこれ入れるしかないんじゃね。確かに味もみのりを今入れちゃう。最後に振りかけてもいいかな、うん、最後に振りかけた方が 見栄え的にも味的にも美味しそうだよね、まあ、いい感じになったのでこの中に入れていきます。ちょっとずつ安全にこぼさないことを第一に考えて、で今こうやって平らにして形を整えてから、そうそうそう、奥に入れてくる。あ、そう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 。潰したら平らになったし、美味しそう。潰さないとさ、その間にある空気がさ、うん、邪魔してボロボロになっちゃう。こっちの方が形は綺麗だ。オッケー。あとはこのさっきのお皿にパパの教えてもらった通りに入れたら、うまそう。美味しそう。これに海苔を、ちょっとこれこぼした方が逆に美味しそうだよね。こういう感じで、こんな感じで公式通りのキムチ牛丼のチャーハンをちょっと鶏湯風に変えて作りました。じゃあ続いてゆっちゃんの番。まずはごま油を入れます。伸ばしていく。次卵を割っていきます。真ん中もしっかりでしょ。いいね、いいね、これはいい。よし、そしたら高田明太マヨ牛丼を入れます。まずこれを潰して、で、肉の方に混ぜて、こうやって混ぜるときは切りながら混ぜるんだ。どうかな。ゆうちゃん火使ったことないから混ぜることも知らない。だ、初めてでしょ。うん。でもこれでできるようになったじゃん。うん。まあ一緒にだよ。もうで学習した。ケイタンと二人でやっちゃダメだからね。うん、子供だけじゃ火は危ないからね、うん、ケイタンとウパパと同じで牛丼が入ってる箱にこれを入れて、こう中に入っている空気を潰して押し出す。これ結構力必要ですね。ではこのお皿に山みたいな感じで切る。おお。ゆっちゃんは絶対美味しいなと思って、ゆっちゃんが大好きなマヨネーズ絶対かけたら美味しいでしょ。マヨネーズどうやってかけようかな。混ぜてる途中に入れたらどうなるの？多分失敗してたよ。できました。もうすぐに食べたい。じゃあもう食べよう。うん。いただきます。いただきます。意外と辛みなくなってる。お肉が美味しい。米じゃなくて。米も美味しいでしょ。まあね。
どうぞ。パパのやつ食べていい？いいよ。チーズがいい感じで伸びてる。結構取ったね。いいよ。チーズが、なんて言えばいいんだろう。なんか、こんなの前にも食べたことあるんだけど、それより美味しい。ありがとうございます。チーズって焼くとこんな美味しくなるんだ。あのチーズだけでも美味しいけど、焼くとめっちゃうまい。じゃあパパの。どうぞ。もらうよ。いちょのももらうよ。マヨネーズが取れた。いただきます。キムチだ、辛そう。いや、辛くない。ほんと？マヨネーズうま、めっちゃ合うじゃん。美味しいね、ゆっちゃんのも。ほんとにゆっちゃん作った？ほぼほぼゆっちゃんやったよ。混ぜるときにちょっと俺が手伝ったけど。ほんとにゆっちゃん作ったのってぐらい。より合うね、天才。作ってる途中にちょっとビビンバっぽいからさ。ごちそうさまでした。私が今日思ったことは、人参とかは切ったことあるけど、フライパンや火は使ったことなかったので、それでもケイタンよりうまくできたからね。ひど。ケイタンよりうまくできたからよかったです。でも火とか使うときは子供だけじゃ危ないので、大人と一緒に火を使ってください。これでも美味しかったから、もうこの3種類が美味しいならすき家の他の牛丼でも美味しいんじゃないかなと思うので、他の牛丼でも試してみたいと思います。うっぱし色の正解はででん、オープニング時のこの子の頭でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。また見てね。キラキラねーぜ。今日はプリプリプリンを作っていきたいと思います。キュータンが入れてる間にゆっちゃんが混ぜていきます。一回ストップ。それじゃあ1分加熱します。いちごの部分に入れていきます。じゃあこっち側ケイタンやるから、こっち側ゆっちゃんやって。分かった。これどれぐらいまで入れるのがいいんだろうね。ボウルにこのシリオプリンの素を入れていきます。入れて混ぜて入れて混ぜて。じゃあこれもチンしていきます。2つ一気に入れても大丈夫です。500ワットで3分。それじゃあ冷蔵庫で4時間から5時間冷やしていきます。